先ほどつけた燃料フィルターからこちら4スロ本体のここですね、ここの板状ボルトに、燃料が入っていく間のホースを作っていきます。ホースと板状ボルトつけるにあたって使う部品がこちら、ランマックスレーシングさんの部品2つになります。片方は品番が R106PK エコノフィッティングシャープ 06ID12.3 15.8mm のブラックと、あとねもう一つが R70006ランマックスエコノメイト AN6 メスの OD9.50 サッシのストレートになります。でこちらをね、使って、取り付けていきます。まずは開封していきます。ホースをねここで止めて、ではまずホースにこちらの部品通していきます。はい、奥まで入れます。でこの状態でこちらのねシルバーの部品を入れていきます。こういう時はね、燃料スプレーで濡らして入れます。よいしょ。うわ、やば。はい、さすがに硬すぎて、グリス塗って入れました、これね。ブレーキグリス。はい。グリス塗ったらやっと入りました。もうこれだけでもちょっと、抜けない気はするんですけど、ここを締めて、つけていきます。プラスドライバーで締め付けます。はいはい、これで絶対抜けないんで安心です。そう、締めます。ここをね締めて固定して、こちら面ね、ある程度のトルクかけて締めます。17mm で締めていきます。また後でね、いい角度に変えたいと思います。ギリここに干渉しないぐらいの位置で固めておきます。はい、OK、この本体を取り付けた後に、長さ調整と、あとこちら側をね燃料フィルターにつなげていきたいと思います。次に燃料のアウト側、このねインジェクター入って熱圧ここで調整するレギュレーターがあって、このレギュレーターの下側ですね、こいつに60の燃料ホースをつけていきます。